ございます。今リハーサル中です。今ここに、こういう感じで来た。今スタッフさんですね、後ろにいらっしゃる。皆様のコメントも見えています。私の声聞こえてますか？ハロー、入ってます。あ、大丈夫です。あ、入ってます。はい、じゃあ楽器の方もチェック。はい、あ、スタッフの皆様の声も入っています。じゃあ楽器の方に音声切り替えます。
そうですね、はい、あ、わかりました。ただこっちの配信のトーク用のマイクもちょっと一応オンにしてるので。あ、そうかそうか、そうです、はい、そんな多分シオポンさん、あ、あ、まあ、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、はい、進行って、まあ、ほぼお任せしようと思うんですけど、はい、一応冒頭だけご紹介して、はい、ではシオポン、ドラムマスクさんの方がいいかな、マスクさんです、はい、で入っていただいて、で、あ、お任せしますみたいな、で、この上がってもらうタイミングとかで、お手伝いはしますんで、横行ってるんで、あ、ありがとうございます。またキープだけ、あと何分か。Memory.
Bye.
ありがとうございます。黄色いブラシより黒の方が音がはっきり。そうですね、黒の方が硬いんですよ。黒の方が良かったですか。あのいや、材質としてブラシ黒の方が硬いんですよ。そうです、よく分かるなと思うんですよ。ラブパルさんはドラムの方です。すごいですね。ありがとうございます。配信でも分かるよね。なんかね、生で聞いてたらすごい分かるけど、僕はさっきイヤホン通して聞いたんですけど、はい、あれですね、そのめっちゃしっかり全部分かれてて、ファンフリとかもやっぱおっしゃる通りしてあるんで、はい、めっちゃよく聞こえる。ありがとうございます。そうですね、今日はちなみにタムとフロアタムのマイクを使ってないので、全体の音は上の2つだけで出してる感じです。そうです、そうです。多分カメラのアングルをもうちょっと変えようかなと思って、今スネアのこのちょうどハイハットでかぶっちゃってるので、ね、あー、そういうことか。あー、うん、確かに角度を変える。ちょっとですね、ちょっとカメラを移動します。切るか。手がこうすると、これの方がいいかもしれないです。で、多分生徒さんのドラムも見えるんですよね。これくらいかな。あ、そうですよね。 M ショットのところが見えなかったっておっしゃってます。あーはーはーはー、そうだよね。やっぱそれは見えた方がいいんだな。なんか多分こういうポイントとかの本番でお話ししたらなと思います。さっきのアングルより多分私の見栄えも顔ベルも見えるようになりました。なるほど、顔ベルもそうです。よかったらこっちのチェックもしましょう。あ、そうですね、はい、音どのとドラムはできる方は任せてくださいよ。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。めっちゃ緊張するんですけど。
そう、そうですね、これは LR で引っ掛かってます。はい、入ってるので多分ですか。あとは、はい、それは何かチェックしておきたいとかあります。そうですね、あと私も、はい、別にでも音量的に大丈夫ですか。うん、全然大丈夫。もう、はい、結構十分。デフォルトなので大丈夫です。すごいね。そうですね、ありがたいですね。助かります。ありがとうございます。じゃあ多分 3次選考くらいに実際この配信を本にして、だいたい1時間くらいになるかな。終了する感じで。ですね。はい。じゃあテスト終わりました。じゃあテスト終わりました。ありがとうございました。ありがとうございます。またじゃあ本番でお会いしましょう。ありがとう。楽しい。Thank you。バイバーイ。配信楽しいね。ありがとう。